閉まっちゃったでしょ。今日はですね、今から、おいてっぺさんの、まあ、趣味なんですけども、あのいつも普段与えてる餌としてはここに入ってる馬肉ですね。馬肉、あと、基本的に動物園の餌としては馬肉とあとホッケですね。魚と肉がメインなんですけども、まあ、それだけでは夏場とか今時期すごくお腹が空いてしまうので、空腹を満たすためという意味でこういう野菜とか果物も、少量与えてます。で今から、それも、いろんなところに、ね、置いてきますので、もう少々お待ちください。スイカとトウキビ、これは、いただいたばかりの、普段は、ね、与えてません、そういうイベントの時とかにはあげたりします。であとはリンゴとブドウと、まあ、メインとなるのは馬肉ですね。あと小松菜ある周りので、普段だとこれ以外に、ホッケ、あとオオナゴという魚だとか、あとホッキョクグマペレットというね、ドッグフードのホッキョクグマ版みたいな専用の袋があるので、まあ、補助サポートとして使えたりします。大体そうですね、今お母さんのララで1日約肉が5、6キロで、ホッケが 1.5 キロとかなので、プラス野菜とか果物で、まあ、9キロとか1日の量としてはそれぐらい食べるようになります。で、オスでも、まあ、もうちょっと多いぐらいかな、肉で7キロとか食べるんですね、1日。これを、1日数回に分けて、2回から3回に分けて、給仕してます。で今日は、まあ、こういうイベントなので、普段よりも、ちょっとね、餌の量が多いですけど、まあ、今日ぐらいはいいだろうってことですね。こっち側の、出なり側の格子はですね、こっちに緑の格子なんかあると思うんですけども、今日これ初めて入れたものなので、なんせ新しいおもちゃが入るとものすごいテンションが上がります。で水がバッシャーンってくる可能性がありますので、あのプール前付近の方は十分お気をつけください。で、あの後ろに人がいますので、いきなり後ろに逃げないように何とか耐えてください。あの本当に特にラララが万が一飛び込むと結構遠路いっぱいいっぱい水が感じることがありますので、ただそちらのプールさっき変えたばっかりなのでまだ綺麗ですね。風邪をひかないように気をつけてください。先週はですね、ちょうど7時ぐらいになったらもう全員もう熟睡してしまいまして、あのもうそれ以降ぴくりとも動かないというね、まあ、たまに痙攣ちょっとしてることはあるんですけども、寝てしまいます。で、あの特にホッキョクグマたち、あのうちの動物園では室内と外を出入り自由にしております。なので、まあ、中に入ってしまうと当然ですけど見えません。で特に結構大きな声だと、あの逆に怖がって外に出なくなってしまうので、まあ、いない時は静かに、待つか、少し時間をずらして、ね、ご覧いただくようご協力お願いしたいと思います。
ますね。水バシャバシャしてる。飛んでるね。イラとアラ。イラとアラ。11月20日のアラ。だけど。